皆さんこんにちは Welcome to、e。さあ、やってまいりました。ドキドキの結果発表ですね。先ほどね、順1級の動画撮ったので、もうログインしてるんですよ。だからもう、あと、この1級っていうボタンを押せば、結果が出ます。いやー、このね、満点チャレンジ企画を始めてからちょうど1年が経つんですよね。1回目が、まあ、2019年度第3回。で まあ自己採点をした限りリーディング満点でリスニング満点でライティングもまあ自信があったんですよ。でこれ多分いけたなって喜ぶ準備をしてたんですけどまずリーディングがマークミスがあってでライティングも32点中28点だったんですよねだから、まあ、1年前の動画まだ残ってますけどかなりがっかりした様子が確認できたと思います <laughs> まあ結局ね自信過剰だったんですけどね まあそこからあの反省してちょっといろいろ分析してで、まあ、次の2020年度第1回ではですね、まあ、確かリスニング1問間違えたのかなでもライティングが1点上がって29点で、えー、2020年度第2回は、まあ、多分リーディングとリスニング1問ずつ間違えちゃってでライティングがまた1点上がって、えー、30点だったんですね。でまあ このパターンでいくとライティングは今回も1点上がるのかなっていう気もするんですけどいやー今回もね自己採点でリーリングとリスニング一応満点取れたはずなのでちょっとねマークミスのトラウマがあるんですが大丈夫だっていうことを信じたいですね。でライティングに関しては1点上がるんじゃなくて今回はねちょっと飛び級させていただきたいですよねもういやーどうだったんだろう。もう昨日全然寝れなくて 今まで自分が書いたえー、っとだから全部で4回分のエッセイをこう見比べてたんですけど明らかに今回書いたやつは違うんですよ。うんまあ、詳細についてはね結果が出てからお話ししようと思うんですけどさあどうなることやらじゃワンクリックでも結果が出ますので見てみましょういきます やったーやったーやりましたようわう嬉しい嬉しいやったーやったー幻の32点 うれしいああもうね昨日いろいろ考えたんですよね。今回もダメだったら何話そうとかでも一応ね心配してた点がいくつかあったんですよ。うんまず内容面について そそもそも、ね、ボディよりインンントロダククションとコンクルージョンのの文字数の方が多かったんですよね、うん、だからちょっとボディの広がり足りなかったかなっていう心配があったんですけど、まあ、どうやら良かったみたいですね。で構成に関してもところどころちょっと不自然な「大相」を使っちゃったかなっていうちょっといらない単語ちょこちょこ入れちゃったかなっていうのがあったんですけどそれも大丈夫だったんだ。で語彙に関ししてても連続して 同じ単語を使っちゃった場面があったり文法も連続して分子構文使っちゃったなーっていう部分があったりしてわあ今回もちょっとダメなのかなーと思ったんですけどやりまししたねーうーん嬉しいいやもう記念としてね、えー、今回のライティング大公開しますので、えー、楽しみにしていてください。全部あのコメント付きでね、えー、多分明日かいつか出すと思いますので。 いやー嬉しいなーいや、まあ、これでだから英検、まあ、さんが求めるような英作文っていうのがねどういうもんか分かりました、まあ、先ほどお話ししましたように今回書いたやつはもう全然違ったんですよ今まで書いてきたやつとはあやったーはいということでもうこれはね日試験頑張るしかないっすねうわー頑張ろう <laughs> ということでまあ自分のことはねここまでにしてきっと皆さんもね、えー、合格報告を、えー、していただけるかなと思っているのでどんどんコメント欄で知らせてくださいそしてあのもしね差し支えがなければ、えー、この「素点とあと「換算」の CSE スコアをコメント欄にね書いていただければ、えー、将来ね、えー、受,受験する皆さんの参考になると思いますので、えー、どうぞよろしくお願いします。ということで。